JR 浜松駅前のエリアでスケートボードの利用を目的とする立ち入りが禁止された条例が今日から施行され、警察と市が PR 活動を展開しました。ここにスケートボードをやってると今日は警察や市の職員、警備員ら20人以上が集まり、条例の改正を知らせるためのチラシを配りました。 JR 浜松駅近くの空元新川モールでは、条例によって禁止されていたスケボーの利用が後を絶たず、昨年度は関連する事故や事件が少なくとも15件確認されていました。浜松市などによりますと、接触事故のほか、スケボー利用者と歩行者の間でいさかいが起きるなどトラブルが相次いでいて、苦情は年間で1000件を超える規模だということです。こうした状況を受けて、市は条例を一部改正し、スケボーの利用を目的とした空元新川モールへの立ち入りを禁止するとともに、スケボー利用者に対しては退去を命じられるようになりました。改正された条例は今日から施行されていて、浜松市は歩行者の安全を守りたいとしています。